こっち新型ね。前からハリア。違いを見ていこうかなと。高の方がかっこいいよ。それちょっと古さ感じるな。まあ、新型より旧型の方がよく見えてきたな。確かにこっちの方がかっこいいかも。不思議よね。マジで。近くない。すっごい近くない。近いですか。ちょっと離れた。いやー。何のスタート。ヒデカワでーす。今日はここ我が店舗 K セレクションインター店からお送りします。はい、お送りします。今日は、はい、新型ハリアーと前型のハリアー、はいはいはい、あこっち新型ね。前型のハリアー、ね、違いを見ていこうかなと。今更感半端ないけど。まあまあでも声が多かったんで。はい。ちょっとやっていきましょうか。はい。大きさを見ていこうかなという。はい、あ大きさね。はい。車幅から。はいはい。まず新型ハリアの方、こっちね、はい、これ新型ハリアの方が1855mm、はい、横幅が、はい、俺の身長ぐらいだ。そんなことはないと思うんですけど、ちょっと大変。60ハリアがこれ1835mm です、はいはい、ちょっとデートするときに、まあ、肘がいつも触れ合うかどうかのところがもう触れ合わなくなったって感じね。で全長の方が、はい、新型ハリアの方が 4740mm、はい、やっぱりそう考えると短い。だって俺らさ、ね、いつも 5m 超えぐらいの 5m 超えありますね、はいはいはい、前方60ハリアの方が 4725mm、 2cm？ え 1.5cm。 お前人差し指やん。第一関節の話してるやん。ちなみに今回の動画はこっちの60ハリアから乗り換えてこっちにしようかなっていう人向けの動画ですから。そうですね、こっちの方がいいの、ね、どっちの方がいい、はい。まあ、とりあえずこっちの方がちょっとちっちゃい。で、こっちの方がちょっと大きいと。ホイールベース。あー、ホイールとホイールの間ね。はい、間。はいはいはい。ここからここね。はい。あの、ホイールからホイールね。俺何やってんねん。恥ずかしいわ、もう40になって。新型ハリアの方が 2690mm ですね。うん、あー、なるほど、ね。はい、で、ほんで、旧型の方が 1690mm が新型ね。はい。はい、旧型の方が 2660mm。でも、そらそうやで。全長で 1.5cm しか変わらんねんから、はい、ほぼほぼ一緒やわ。はい、そうですね。もう変わらん。で、前後。前後ね、高さね。はい、高さ。俺の得意な身長ね。身長、はいはい。新型ハリアの方が。新型ハリアの方が、はい。1660mm。社長と同じぐらいじゃないですか、写真。なんてなんて、説明だろうか。旧型は旧型が 1690mm。1690mm。3cm。はい、3cm。結構違うな。はい。ちなみに、遠目から見ても高さ違う。ああ、若干高いような。違う？はい。やっぱり違いがある？違いありますね。ああそう、こっちの方が高いと。はい、まあ、フロントグリル違いを見ていこうかなという。ああなるほど。あまず新型ハリアの方、はい、まあ、トヨタエンブレムがど真ん中に。これめっちゃかっこいいよな。これなんか新しいもんな。やっぱりな、ね、新しいの見たらさ、デザインがかっこいいやん、はい、ほんでさ、こっちをさ見慣れてるわけよ、みんなは。やけどやっぱなんかだんだん見慣れてきたらかっこよく見えてくるんだよね。そうですね。不思議よね、マジで。ではこっちの方、中皮のマークが。そうやな。これ鷹の一種らしいですね、このエンブレム。鷹の方がかっこいいよ。ファンの間ではそっちの方がいい人が多いみたいですね。ね、うんうんうん、かっこいいもんね。そうですね、単純に。はい。ヘッドライトはちょっと新型の方が。はいはいはい、これはさ、はい、もう血がえぐいよ。もう鋭くなってもシュン。こちら新型二眼になってるっていう。新型が二眼？はい。ああここだからね。はい。これ三眼になってる。三眼ね。はい。まあ、三眼さんがねかっこいいんやけどな。そうですね。うん。しかもこれ綺麗やからね。これまだ2万キロの個体なんで。でこのライトのところシルバー基調になってるっていう。はいはい、これ中が。中が。中がね。なんで綺麗に見えてるっていう。はい、ああそういうのあるんや。はい。でこっち新型これブラックアウト。ああ。ちょっと暗め。インナーブラックっていうか中が暗いやんな。はい、はい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 、なるほどね。まあそういった違いが。確かにそう言われたら全然違うけど。はい。両方かっこいいと思います。はい、今のところは。フロントは以上でございます。はい、フロントは以上です。まあでも全然違うからな。そうですね。まあ後で中乗った時に違いがあるかもしれないけどね。はい。ドアノブ。ドアノブ何よ。ドアノブです。はい。こちら新型の方のドアノブです。ドアノブです。こちら、はい、少し新型ハリアのドアノブ。メッキ。メッキですね。はい。だからちょっと高級車感がないみたいな。ちょっとちっちんじゃないかっていう。これ？はい。メッキがかかってるっていうのがあるんですよ。俺は何とも思えんけど、かっこいいと思うけど。60ハリア。はい。60ハリア。はい。はいはい、来ました。はい。なんですか？あ確かに全然ちゃうな。こっちの方がちょっと高級感。確かにこっちの方がかっこいいかも。はい、なんか見比べたら思うわ。向こうだけとかやったら分からんやん。確かに。これ見たら確かにかっこいい。この黒のあれがあってメッキパーツが使われててさ、はい、しかもこの開けるところとこれ違うで分かれてんねん。ほら、これかっこいいな。そうですね、そんな違いがあるな。はい、まあ、ドアノブは60かな。そうですね、ドアノブ60の方がかっこいいという。かっこよかったです。
内装じゃあ内装どんな新型の方サクサクシートの方を見ていただきたいんですけど、はい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 、レザーパッケージじゃないんであれなんですけど、はい、スパックでG グレーだから質感どうかなっていう、はいはい、質感ね、はい、めっちゃいいけどね、ただここが革じゃないね、モケモケよね、60ハリアの方十分いいけどな、これさグレードにもよるんじゃない、だってこれシートヒーターついてるからさ空気の穴があんねやんか、これめちゃくちゃいいやつや、調べによると、まあ、新型より旧型の方が質感が高いっていうので、うん、新型よりいいんじゃないかっていう、あ旧型の方が席的にも、はい、はい、ほんで、はい、で、収納、はいはい、小物ね、まあ60からいきます次は、はい、じゃあ逆にね収納これ見た感じどうですか、どうですか、ね、入るっていうかなんか収納しやすそうじゃないですか、スマホ置くところもありますし、ああここね、はい、タバコとか置けそうやしな、はいはい、アイコス的なね、何かしら、はいはい、タバコなんたり、これ合体してるんや、ほんで USB になるんや、シガーにつないでこっちシガーと USB にできますよっていうやつなんや、すごいすごいな、そういうのあるんや、そういう機フェラーリとかと一緒っすね、多分ね、いらんものはなくしたみたいな、飲み物いろいろと購読しかないですね、比べてみるとやっぱでも前方の方が収納の面では結構いいんじゃないかっていう、はい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 、確かにね、はい、鍵とかね、携帯とかね、はい、いろいろ置くところ あった方がいいもんね、そうですね、あればあるだけいいんで、なんか新型より旧型の方がよく見えてきたな、そんな気せへん、そんな気してきます、で後部座席、はい、新型の方からはいはいアームレストの方をちょっと見ていただきたいんですけど、ね、新型普通やな、文句ないよな、はいはい、一回ちょっとこっち見ていただいて前方の方を見ていただくと違いが、よいしょ、チェックか、お、なんもないぞ、どうなんですか、そこを、お、あ、ドリンクホルダーが、はい、どうですか、うーん、何が、アームレスト、何が、使い勝手というか、そんな違いあるこれ。いやそのまあドリンクホルダーのあれが、まあうん、収納されてるのと じいちこう閉まって入れないといけないみたいな、新型のハリアの方がもう普通にあるということで、手間を考えると新型ハリアの方がアームレストいいんじゃないかなと、めっちゃ無理やりやでいや押すだけやん、いや押したらええやん、開けてこうすぐドリンクをポンって置ける、あーなるほどね、はい、まあ、マクドとか買った時ね、そうですね、はいはいはい、なるほど、スピード勝負の時、なるほどあるかそんな時ないやろ、いやまあまあなるほどね、そう、はいはい、まあ言いたいことは分かるわ、はい、内装の部分は以上でございます、はい、ありがとうございます、次テールライト、あ、もう、はい、どっちがどっちですか、こっちが新しい方ですね、あ、どうぞ、失敗だろうか分かるわい分かるわそれぐらい、はい、デザイン的にはやっぱ新しいか、そうなんですよね、新型ハリアの方が一文字テールがね、はい、旧型のハリアの方が豆球のウィンカーっていう、ウィンカーがか、はい、テールがじゃなくてウィンカーが、あ、ウィンカー、はい、だってこれオレンジ色の球やもんな、豆球な、そうですね、あ、それちょっと古さ感じるな、これウィンカーここやな確か、はい、そうです、でちゃんとオレンジにあのあれやな、はい、LED かなんかやな、はい、後ろ姿は後的にこっちから、はい、中乗ったりとかした時に60の方がちょっと良かったけどな、小物があったりとか、うん、乗りやすさだったりだとか背が高いし乗り降り俺はしやすかったけど、はい、デザイン的にはこっちか、そうですね、まあ、フラーもちょっとなんだ、え、全然違う、これ4本出てるよね、はい、今もフラーこっち片側しか出てないよね、はい、ちょっとホタルみたいな、なんか後ろ開いてるから、ケツ光ってる感じないけど、こちらがケツ光ってる感 じこれ赤に光ってるかな、なんだろうな、ちょっと後でこのまま見てみよう、はい、マフラーも全然違うと、はい、まあでも新しい方がかっこいいな、そうですね、やっぱりその辺は一回つけてみてもいいんじゃないですか、あ、ちょっとエンジンかけて、はい、アガラムちょっと、はい、ついてます、あ、ついてます、はい、どうちょっとチャッチいいですね、やっぱお前のコメントがチャッチいいわしょうもない、そうしょうもないわ、あーでもやっぱどう、あーなる、うわー、コメントしろコメント、やっぱかっこいいです、新型の方がやっぱかっこよかった、はい、やっぱ全然違う、全然違います、そうやな、ここ光った、光ってないです、光ってない、はい、なんなん、何のライトなの、いやーということで、はい、今回はハリアーの違いでしたね、はい、また何か気になることがあればコメント欄に言ってくれれば検証しますんで、ぜひ言ってください、コメント欄に連絡ください、またね、I just wanna give you all I can.
loving but you baby and I can't get enough. There's something that you give me.